こんな感じですよ。わあ、すげえ、なんかアルプスっぽくない？あれ。雪かぶってます。はい、ちゃんかぎです。今回は平山城の傑作と言われる滝山城に来ています。大きいよ。あ、アプリがある。都立滝山公園。ここから全然、まあこのまま素直に行って帰ってくるか、こっちまで降りてくるのか。行ってみましょう。はい、今ちょっと上がってきました。結構急な坂ですよ。ここも小口になってるね。ここでガーンと。ね、右に曲がって左に曲がって、都立滝山公園です。今通ってる道が大手口と思われる天の坂からの堀底道。すごいですね。堀尾っていうんですかね。枡形小口が設けられていた。こう登ってきた。木山城の南側。守る台城構造。これかな。これ堀だよな。三方を空堀で囲まれています。堀、でそこが三の丸。はい、すごいこれ。登れません。いいね。山の神クロアって、山の神さんがいるんです。ちょっと、あ、ここ小宮、八王子城と一緒だ。家臣屋敷、小宮クロア。氏照家臣の中に西多摩出身小宮がいたと。小宮してない。滝山城から八王子城に移った時も小宮さんがいて、小宮さんが小宮車を作ったのかな。じゃあ、よいしょ。はい、小宮車じゃん。高いね。見て見て、空堀すごい。桜城っぽいね。はいはい。グッドマナー。トリック山公園。あんたい。お、パンフレット、城攻めマップ、いただいていきましょう。まあ嬉しい。すごい。 AR アプリも使える。戦国の名城、いいじゃないですか。これは
雪山。おお、すごい。山、あ、平山だ、本当に素晴らしい。ここなの三の丸、千畳敷、ここ、うん、二の丸、また三の丸が出てきたよ。ああ、この上ってことか。見てみよう、見てみよう。この字型土橋。土橋。あ、これが土橋か。ここが堀だ。堀ですね。あ、本当だ。あ、向こうが土橋なんじゃない。ねえ。こっち三の丸かい。さっきのとこずっと続いてんのかな。じゃあ。おお、なるほど。うわ、おお、すごい。発見しました。うわ、深。うわ、すごい、堀。囲まれてたんだ、やっぱり。ねえ。おお、怖え。いやー、これは素晴らしい堀です。ねえ、空堀、土塁、溶崖、崖。はい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 。まあ、これで囲まれてるのね。三の丸でした。はい、また小口ですよ。ガッと曲がって土橋。空堀。おお、すごい。はい、いいね。この上が千畳敷かな。まあね、千畳敷。カールまで書いてない。あ、ここも小口になってる。はい、はい、はい。こっちから行くか。よいしょ。おお。でっかい車だ。もう、こうなったらね、御殿があったところみたいな感じですね。こんな感じですよ。もう来そうな予感。さあ、何が見えているんでしょうか。お、弁天池跡。眼下には中之島と池跡が見える。宇治照の弟八幡城にも中之島があり、その池を弁天池というんだ。へえ、まあ、八幡と似てるんだね。ここに行って腰車が、あ、車があって、車があって、マス型小口があって、あー、というところ中之島って、あそこに池だったってことね。すごい。向こうに町が見えております。もう車だね。千畳敷でございます。
よいしょ。ゴルフ場で、はい、千畳敷でした。はい、今千畳敷出てきました。ハーフオブ1000メートル、500メートル。ちょっとこっち降りてみようか。二の丸馬だし、すごいんじゃないでしょうか。うわ、すごい。うわ、こっちも堀でしょ。うわ、堀です。ここだけ橋、土橋の上歩いてます。うわ、馬だし。うわ、すごいなねえ、二の丸と。この城やばいな、やばいね、すごいね。わあ、山一個お城ですね、ここもね。関東のお城っぽいね。素晴らしい。うわ、はいね、終わり、空振りの終わり。土橋です。土橋渡っております。うわ、給料パターンだ。いいですね。いい。素晴らしい。お城の作り方してます。これは攻められないんじゃないでしょうか。またです。またこうやって細い土橋渡って、車があります。おお、はいはい、ね、土橋崩しちゃったのだって。うわー、すごい蔵だね。なんでしょう。お、二の丸ですか。ここが滝山城で最も防御性に優れているのが二の丸である。3カ所の出入り口は全て馬出しを備え、集中的な防御の構えが認められる。大馬出しは大勢の城兵が守り、2方向から通路を抑えている。築城家は二の丸を防ぐことによって本丸中の丸を守れると考えた。大馬出しねえ、上がやっぱり二の丸じゃん。だここ大馬出しなんだ。すげえ。大馬出し。屏風折り。すごい。で、ここ土橋渡って二の丸入ってみるか。すごーい。あ、すごい。あそこ屏風。屏風折り。クイン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 と。ねえ、木切ってくれたから分かりやすい。いや、でかいね。素晴らしい。この堀の黄金のやつ。じゃあこう二の丸に戻って中の丸本丸行ってみましょう。でまたあれだよな、こうずーっと上がってくる。どうっすかね、公園っぽくなってるけど、
面影ありのあり。はい、滝山城跡に戻りますよ。行き止まりの車、袋ネズミ。袋ネズミにされちゃうの、ここで。屏風折り、ね。さあ、二の丸に戻りましょう。はい、ここですよ。ね、こう折れて。はあ、考えて土掘ってんのかな、本当に。もともとじゃないんだもんね。元の山を削って持って、ね、平らにしたり、掘り掘ったり、土塁作ったり、こうやって曲げて、また土橋ですよ、これ。すごい。ね、ここでやーってやられちゃう。この守る仕掛けがいっぱいありますね、滝山城は。本当にすごい戦略的。バス停は左ですよーと。あー、ここはね、はい、と二の丸で本丸、中の丸方面ですね。わお、わあ、またですよ。そうだね、だから二の丸通らないと本丸行けないようになってんだ。中の丸南側の防御、矢倉門の推定。二の丸今でっかいの、こう来たんだね。ラインだって、こう来てタコシクロワがあって中の丸行くね、こう行くと、でこっち本丸か。ここに矢倉門があったのではないかと推定されております。これかな。へっへ、これが木橋だったのかい。うわぁ、腰来るわねえ。だってもともと平らなわけないんだから。山切り開いただよ。すごいね。はい、中の丸入り口まで来ました。さっきの矢倉門がここら辺にあったんじゃないかと言われているところですね。こう入ってくると、グッと力来て、ぐわっと、はい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 、おお、なんじゃこりゃ。ようこそ滝山城跡へ。何もない。二の丸御殿かな。この建物は以前この中の丸広場にあった国民宿舎、滝山荘の一部。へえ。平成13年に廃止。よいしょ。ね、中の丸、本丸。うわ、橋が変わってます。引き橋。八王子城の引き橋と一緒かな。
おお。ね。まあ。素晴らしい。大堀切りだね、これね。堀を切っているんだよ。うわ、すごい。来ましたか。本丸ですか。まあ姿は小口。ここね。これね、石垣だとガンガンガンなんだけど、土塁で小口にしていると、こう来たんだよってことですね。はい、引き橋。あとで下から見てみましょう。やっぱ桜城っぽいな。うい。本丸かな。ねえ。いいとかなあれ。霞神社。よっと。登ってみましょう。今霞神社の横を通ってきましたよ。見えてきた。ここにもあるね、なんか神社が。コンピラさんだね、コンピラ社。はい、ありがとうございました。マムシに注意して。うわ、何段あるんじゃ。ふいふいふい。すごいでしょう、階段。今本丸から降りてきました。これ階段ダッシュ、中学生ならやらされるな。で、本丸の下なので、さっきの引き橋の下に来ましたよ。ほら、すごい高え。これ堀の下ってことですよね。だからね、すげえ高え。当時もこんな高かったのかな。すごいなね。よく作りました堀。うん、本丸への木橋、最終的な砦へ導く橋。ああ、当時の木橋はもう少し下にかけられていたと。おそらく中の丸に敵が押し寄せてきたら、本丸へ半分程度引き込むことができたと。すごいね、人工的に掘られて大堀切りの上にかけられてるってね。やっぱりね、大堀切りもっと深かったってよ、ここよりも。すげえな、本丸。こっちからも行けるのね。東秋川橋、滝山城、あとね、このね、腰くるわ。やっと。どうですか。おお、団地だ。ああ、すごい。多摩川です。
すごい。丹沢かな。こんな感じですよ。わあ、すげえ、なんかアルプスっぽくない？あれ。雪かぶってます。はい、滝山城でした。ありがとうございます。素晴らしい。